こんにちは鈴木和人です、えー、今日はですね、セミナーに行くときの注意事項っていうことについてお伝えしたいと思います。私も結構セミナーは、えー、今もいっぱい行ってますし、えーまあ、勉強もしてるんですけど、何のために行くかってことですね。まあ、今こういう DVD とかにも収められたりとか、まあ、ネットで見れば同じような内容ってすごく聞けるんですね。まあ、一番私が大事にしてるのはその講師の先生に会いに行くっていうことですね、えーこの講師はえー。この講師の先生に会いに行って覚えてもらう。まずはこれを絶対。 前提としててやっているんですね。でもう一つは、えー、セミナーのこの動線ですね。どう,どうして俺がこう行くことになってしまったんだろうとか、そういうのを分析するんですね。こういうところの文言が良かったとか、こういう言葉を、えー、言ってくれたから行きやすかったとか、またまたこういう先生が知ってたから行ったとか、まあ、そういうことが勉強になるんですね。まあ、自分でこうセミナー集客したいっていう方いるんですけど、まず自分がやっぱ行ってみないと。 それ相手に払わすことができないので、まずは自分からこう、セミナーで集客したいと思ったら、えー、やらなければいけないと思います。で、まあ、やっぱり一番セミナーの先生に覚えてもらうっていうことですね。まあ、終わった後に必ず私は、あの、メールでも送りますし、手紙ですね。直筆の手紙で、あの、会社の方に送ったりして、えー、これ以上送るようにしてます。まあ、みんな大体、名刺交換しても、 多分メッセージ入れる人も2割ぐらいだと思いますし、手紙書いてくる人なんて100人いたら1人もいないと思うんですよ。その中で手紙書くっていうことはすごく効果的なので、ぜひ覚えてほしいときですね。えー、はやっていただくのもいいと思いますし、まあこれは一つかなり礼儀だと思うので、えー、やっていただくといいと思います。まあ、あとは、 もうちょっと慣れてくると、上級者編だと手土産持っていくっていうのがあるんですね。まあ、そのぐらいまでやっていただくと、まあ、何せ自分がやられたら嬉しいと思うので、そのあたりですね、やっていただくといいと思います。では、また。